エリアーは28日第5節2日目を行った日本代表長友佑都の所属するインテルはホームで仮ありと対戦し1対4で敗れた長友は2試合ぶりの先発出場しかし前半27分に退場処分となった長友は2試合ぶりの先発今季初めてキャプテンマークを巻いて右ミッドフィルダーでプレー序盤から攻撃参加を仕掛けるなど積極的なプレーが目立った しかし先生は仮ありだった。前半10分、ディフェンスラインからのロングボールが前線に入ると、競り合ってクリアに入った長友のミスを誘う、長友のポストプレイのようになり、こぼれ球をマルコサウが押し込んだ。それでもインテルは前半18分、ゴール前のロドリゴ・パラシオのクイックフリーキックから、タブロー・ースバルドが左足で蹴り込み同点、仮ありの隙を突き、インテルが試合を振り出しに戻した。 だがこの後のワンプレーがこの試合を決定づけてしまう。前半27分、アンドレアコプスに対しチェックを入れた長友が、イエローカードを受ける。同25分にもイエローカードを1枚もらっていた長友はレッドカードで退場。残り時間、インテルは10人での戦いを強いられることになった。長友の退場は2012年10月8日のミラノダービー以来となった。するとここから、一気に試合が決まってしまう。 カリアリは29分にアルビン・エクダルのゴールで勝ち越すと、同35分には再びエクダルのゴールで加点。同43分のペナルティーキックはゴールキーパー、サミール・ハンダノビッチに止められたが、同44分にはエクダルがトリプレッタを完成させ、リードを3点に広げた。後半開始と同時にフレディグアリーンを入れるなど、立て直しに入ったインテル。しかし守り切るのがやっとで、反撃のチャンスすらつかめない。 試合はこのまま1対4で終了。インテルは仮ありに今季初勝利を献上し、今季初黒星を喫した。